イク万マンの乱は、天保の大飢饉のさなか、天保8年6月に、国学者のイクタマンが、越後国柏崎で、貧民救済のため放棄した事件。同年の王子を平八郎の乱の余波。上野国立林に生まれた、イクタマンは、壁川交渉と並ぶ厚種の二大皇帝の一人として、平田塾の塾頭を務め、厚種に、後を継ぐ者は、 国衆と将来を嘱望された人物である。厚種は、軽心尊皇の志すこぶる厚く、幕政批判の言動も見え始めた満を危ぶみ、彼に規範を進め、満はこれに従い、立林藩に戻ったが、文政十一年、藩主に提出した藩政改革の書によって、追放処分を受けた。天保七年、満は、越後国柏崎へ移り、桜園塾を開き、 国学を講じた。万が柏崎に移ったのは、同門の友人、樋口英哲に招かれてのことと言われる。伝報年間は大飢金により多数の合死者を出していたが、そのような状況にあっても、豪商や大管理役人は結託して米を買い占める、不正を働き、米家は冒頭して、庶民生活を圧迫していた。万は、越後で貧民に食料を与えるなどして、 人望を集めた。満は、天保8年3月に、大阪で放棄した王子を平八郎に刺激され、同年5月30日、同志5人と共に、越後国桑名半領荒浜村の昭屋の屋敷を襲撃して、金品を奪って村民に与え、柏崎町への同行を誘った。翌6月1日、新しく加わった14名と共に、 米のつでを図るク名ナ藩陣屋を襲撃した。旗には、宝天命中国族の文字が書かれていた。陣屋側は、大混乱となったが、駆けつけた長岡藩の兵によって打ち破られ、万は、負傷して自陣した。妻と二人の幼い子供も自害したと伝わる。乱の翌日より、米家は寝下がりしたと言われている。大塩の乱は、大砲をもって、大阪市中を焼いたこと。 下級ばくりと百姓の連合軍だったこと、銃撃戦が展開されたこと、激文による政治思想の表明、一部被差別民の参加、物資出身の学者が首謀者であったことなど、従来の一期とは異なる諸要素を含んでおり、それゆえ、従来以上の衝撃を日本全国に与えた。この欄にあたって、幾多万は、王子を門弟と称しており、激文を巻き王子を等であることを明示した。 直接的な波及事件と言える。同様の事件に同じ天保八年に摂津国の世で起こったのせ騒動がある。これ以降、一期その他の騒状は世直し型の様相を帯びるものが増えていった。ありがとうございます。